第六の学長、この度お忙しい中この提談お引き受けいただきましてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先端数理化学インスティテュート MIMS の又野です。ご承知のように、うちのインスティテュートは、数理化学がメインですけれども、数理化学をする研究所日本にいくつかありますけれども、分離融合、分と離を融合するということを前面に掲げているのは、うちが、うちだけとは言いませんけど、うちが特に大きなそういう活動を続けております。で、今回この提談はですね、研究ブランディングのシンポジウム、公開シンポジウムの一部になりますけれども、分と離、これを融合する学際研究、どういうふうな形でそういうものを進めていけるかということが中心となりますので、自由な形でいろいろお話ししていただければと思います。まずはですね、今日のお客様になりますけれども、中島幸子さんをご紹介いたします。すでに、名前はお互いご存知だと思いますけれども、数学の研究、それからジャズピアニストとして音楽、芸術、それから教育、いろんなところで多方面で活躍されている方です。でこちらは西森副所長、西森平久副所長です。うちの副所長ですけれども、アリの社会行動を、それの数理的研究とか、いろんなことを研究しておられます。で、そういう意味で、分離融合の、いろいろな話をご自由に、思いついたこと何でも結構ですので、ジャズな定談という題がついてますけど、アドリブで思いついたことをいろいろご自由にお話しいただければ結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。本日はお忙しい中、学長中島さん、1分刻みで動いておられると考えるんですが、本当にこの時間を使っていただいてありがとうございます。で、今日ジャズの対談ということで、本当に非常に曖昧な部分もあるんですが、これはこの本題の揺らぐ世界に生きるということとかけてます。で、これ全体をつなぐものとして、実はこれ専門用語には当たるんですが、自己組織化と、これは都合のいい言葉で、ほっといたら何かできる、だけどそれだけではまずくて、何をすればその自由にやらせて、しかもちゃんと育って非常に多様性ができて、うまいことがいくかということが一番根本にあって、そこをどうやるかというところをぜひお知恵をいただきたいと思います。まずは学長と、それから中島さんが前からお知り合いで SNS でいろいろコミュニケーションを取られているという、いかがですか。そうですね、2014年ですよね。2014年でしたね。14年ぐらい、私はその頃e ラーニングとか、なんかオンラインの教育にすごい関心を持っていて、でその流れで、でもグローバルのなんか流れ、特にイギリスとかだとオープンユニバーシティとかがあって、でその中で、でもなんかこうわーっていろいろ世界を見ると教育が変わってきて、 MOOCs とかその無料でこう全部の授業が公開されたりとか、みんな世界中の人がこう集まってやるとか、めちゃめちゃダイナミックで面白いなと思っていて、なんかそういう観点からグローバル人材育成とオンラインのこととか興味を持っているときに、第六のさん学長がもういろんな投稿をされていて、そうなんです。それで私はもう勝手ながらこういろいろ書かせていただいて、つながらせていただいて、そういう意味では SNS のおかげなんですけれども、はい、今中島さんがおっしゃったように、2014年から Facebook 見てましたら、自分の2014年でつながってるっていうのが確認しました。確認しました、それで2014年という年は私副学長の時代で、時でして、とにかく今中島さんがおっしゃったような MOOCs とかね、それとか、オープンユニバーシティとか、要するに世界中でいろんな知識の体系っていうか、教育の体系がいわば無料で提供されている。でこれを利用したいっていう手はないね。だけどその割に日本ではね、あまりこういうものに対するこう興味、それから認識、この価値を認めようっていう動きが全然なかったんで、だったら私が一つやってみましょうかと、こういうような気持ちになったですね。
そんなところが初めてでしょうか ね、 そうですね、共通点はね。いや私自身もでも、ええ、あそういう意味であの数学オリンピックのおかげでそのインド行って80カ国ぐらいの人がいて、うん、であのそうですね、やっぱり日本でこう私どちらかというと実はいわゆる文系理系でいうと数学好きなんですけど数学以外は文系が大好きで、うんうん、国語とか社会とか、なんかそういうのがすごい好きでこういろんな まさに多様な価値観というか、うん、答えが一つじゃない状況で、まあ、数学の世界もあの、うん、学問としてはでもそうじゃないですか、うんうん、多分あの学校だとこう0、1でこうどうしても丸×のことが、うんうん、小中高だ と、 だと、ね、そうなんですよね、ええ、割とそれが数学って思われがちだけど、うん、実際大学とか研究とかの学問の世界では全く違っていて、うんうん、もちろ ん、 なんか全部決めたら何か論理的に出るかもしれないけどその過程をちょっと変えたりとか本当どうなんだろうっていう、うんうん、そもそも一時とは何ぞやとか結構哲学的なところも含めてあるので、うんうん、なんか自分の中ではそういう数学の混沌とした感じとそういう世界の混沌とした感じと、うん、あとは大学に入ってはまり込んできたジャズの混沌とした感じが似ていて、うんうんうん、でいろんなことをやっていてその中でやっぱグローバル人材育成みたいなことにも実はすごく出会ってたのが2014年、で今あのそれこそ2025年の大阪・関西万博もかからせていただいて、うん、明治大学ミムスにもすごいお世話になってるんですけど、そこあそこ もう世界中からやってきてほしいですし、うん、なんかあそこで少し何かこうちょっとどなんか揺らぐといいなって、うん、そうですね、それで日本の若い人も揺らぎを感じてほしいですよね、うん、揺らぎとか違和感とか、うん、そうですね、そこで何か次のステップに行ってほしいですね、はい、そうなんです。今世界をつなぐいろんなプロジェクトもちょっと私たちもしていて、なのでぜひなんか大学とも連携とかあのもうあの長くならないでしょうが、あの今小幼小中高と大学とでその中でも特別支援学校とかろう学校とかあと海外カンボジア、ドミニカ、マレーシア、モンゴルとかそういうのをつなげて、まあまさにコロナ禍だったから、うん、ある種できるようなそのオンラインでみんながつながって、うん、でもみんながこうある種探究とか PBL プロジェクト型で何かを作り出して、うん、それをなんかこう手助けし合うみたいな、うん、そういうコミュニティをちょっと今未来の地球学校と呼んで作ってるんですけど、なるほど、ぜひなんかあの大学ともどんどん明治大ともいろいろ連携できるといいなと思ってました。あのアイデアはあの出てくるんですけど、うん、それを具体化する、あのやっぱり具体化する方法っていうのはね、結構中島さんのいろんな経歴とかあのこれまでの、 あの実績を見ていますとね、要するに考えたものを現実にしていくっていう力が強い、私もそう思います、うん、僕はあのその力を借りてあの我々の中にあるアイデアをね、うん、少し形にできればなと本当に思っています。はい、ぜひです。そうですね、あの中島さんを見て思うのは突破力があるっていう、はい、で突破力どこでつけたかっていうのは非常に気になるんですが、はい、あの大学の学長も非常に突破力のある、あの 突破して、来られて今前っていうキーワードは、うん、あの私も明治大に所属なんですが、うん、素晴らしいと思って、うん、で中島さん、それは突破力をどこでつけられたんですか。それこそ揺らぎの時代の中で、うんうん、なんかこうルールがあるようでないというか、うん、今までの定義もなんか学校とか大学とか、うんうん、数学ですらなんかこう定義が揺らいでいるというか、だからなんかそこの中でこうちょ なんでしょうね、哲学とかも好きだからなのかもしれないですけど、うん、なんかその改めてその本質に立ち返る、私はそれは数学で学んできたと思ってるんですけど、うんうん、そういう本質に立ち返ってでそこででも確かに新しい枠組みみたいなものを少し考えて提案すると、うん、実は割とその本質に行ってれば通ることがあるという、うん、なんかそういう意味では国の委員とか、うん、それこそ万博とか、うん、携わらせてもらいながら、うんうん、なんかそういうなんか揺らぎの時代だからこそ自由で結構創造的に行けるような気がして、うん、割とチャレンジしてるっていうところあるかもしれない、うん、何が突破力なのかあれですけれど、なるほどね、学長はいかがですか。いや、あのやっぱり普通の人が考えないことの方が好きだっていうのがあったんですね、うんうん、だから、まあ、あの国際化みたいグローバル化みたいなものが出てきた時に、まあ、多くの日本の大学ではもう日本はかなりなレベルなんだからグローバル化しなくてもいいんじゃないかっていうね、うん、
議論があって、うん、いやこれは気に入らないと思ってですねとにかくありとあらゆる、はい、あの海外の大学に行きました。提携をしにバークレーも実はもうあらゆる学部を回って明治大学と提携しましょうって言っても初め全然もう目もくれてくれないという状況が2年間続いたんですが、そこでバークレーのサマー選手夏学期ですよ、こことだけはやれたんで、でその時よっぽど明治大学が優秀な大学だと思ったのか、何の条件もつけずに、でも GPA も英語能力も問わずに、うん、私が口がうまかったんでしょうかねどうぞって言って1年目入った、2011年覚えてる、うん、そしたら11人行った学生の平均 GPA が 1.73 っていう、うん、ことで、もうすぐにバークレーからですね、英語からやったらいいんじゃないですかって言われて、はい、でも2年待ってくれということを言って、うん、2年で3まで上げると、うん、3まで上がったらそのまま継続してねって言って、うんうん、やったら3まで上がったんです。素晴らしいですね、うん、上がったで、うん、で上がってこうバークレーと提携してバークレーの方も認めてくれたんですね、うちの平均点を超えてますと、うん、そうするとバークレーと協定を結んだっていうのはもう同じこのなんていうかね、グレープバインって言いますけど、ツルでですね、もう同じ業界にこう伝わるんですね。そうすると UCLA に行ってもぜひ、もうコロンビアに行ってもぜひ、素晴らしい、お互い同士がこう話してるんですね、責任者で。あそことやればうるさいけど、来るやつはうるさいけど、きっとやるからと、うんうんうん、まあ、そういう意味でね、うんうん、人のやらないことをやって楽しんでたんです。それが突破力の最大原因と。それからちょっと多様性っていう言葉にもですが、実はこの間のラグビーで私はそれまでのサッカーとか野球は見てたんですが、ラグビーのワールドカップ、はいはい、19年ですね。で、はい、あれですごく印象を受けたのは、ラグビーってちっちゃい選手から大きい選手まで全部揃ってると、はい、だから例えば野球は体が大きい方が一般には痩せてるかどうかは別なんですけど、ラグビーはちっちゃい選手から大きい選手までもう揃ってると、それでトップクラスになるってびっくりしました、うん、多様性って非常に大事なんですね、ラグビーの時は。実はラグビーってあれなんですね、チームスポーツで一つの目的のために動いているのは間違いないです、うん、勝利のために動いている、うん、だけれどもそれぞれのポジションで、必要となる能力、うん、それから体格、みんな違っているんですよね、だからこれをみんな均等にして、例えば筋力が他のチームより全員上だと言うと勝てるかというとそうではない。うん、面白い、うん、ということで普通はね、みんな均等掛け算をして、全体量が大きければこう面積で言うと大きければ勝つはずや。でも例えばちょっとラグビーになるとちょっと興奮しちゃうんですけど、スクラムハーフとかスタンドオフとかフルバックっていうのがいいんですけど、一番後ろこれを縦の線って言うんですけどね、この縦の線にこう一列にこういるこの3人の能力が高いと、全体の能力を3倍にも4倍にもこう上げてくれるっていうのがあるんですね。そこがね、やっぱり他のスポーツと違うところ、うん、かといって一人では一人そういう人がいたとしても、うん、つまりスタンドオフとハーフ、ボールを出す人と最初に受け取る人だけが良くてもそれはうまくやらない、うん、なんかまあそういうところでなんかいろんな違う掛け算がこういっぱいあるっていうんですかね、よく三角関数でできているっていう音がね、いう話を読ませていただきましたけど、その三角関数がもうむちゃくちゃにこういっぱいあるんじゃないでしょうかね、はい、それは私の場合の非線形科学っていうんですが、A と B と C 足し算では絶対ないと、で強いものが集まりすぎるとかえって弱くなるっていうのがあるんです、そこがまさにラグビーの数理をやりたいと考えると思います、ラグビーが実はその、
食べラグビーとスティームって呼んで、私もスティームスポーツのプログラム実は何個か作っていて、一番最初はその話をもらって、なんかスティームとスポーツでなんか特に数学掛け合わせないだろうかっていう話をもらったのが2017年か。で考えてて、そこをお話しいただいたのが割と五郎丸さんとか近いところで、でちょっとタグラグビー一回見に行って、ちょっとだけやって、久しぶりに体を動かして、全然私運動全くできないんですよ。です昔はもう学校とかでこう逃げて逃げていた人なんですけど、でも改めてそういうふうに考えた時に、なんかちょっと5番目みたいな感じで動くってして、そのタグラグビーを捉えたんですね。で一歩ずつ動くとか、だから意外にいいモデルになってですね、まあ、だからある種のスリモデルと私は呼んじゃってるんですけど、なんかそのね、あの何でしょう、まあ、当たり前のようだけど、これだったらまっすぐ行った方がいいよねっていうこともあれば、こっち側にちゃんと、なんか結構瞬時だと間違えちゃう時があるんですけど、とかあと状況によっては2対2ぐらいでパスを早く出しすぎちゃうと結局負けちゃうんだけど、もうちょっと、ね、詰めてから言われることはあるんですけど、それがなんか5番目で、一応その場合は答えが出るやつ一緒、ただルールをちょっとだけ先手をどっちにするかとか変えたりするとまた変わるっていう、ちょっと揺らぎのある状態だけど、この場合だとそうだよねっていうのを見ると、なんか口で言われるだけよりみんなウォーとか言って、ラグビーの選手の方がなんかすごい盛り上がってくれて、なんかあの次にどこ行くかはラグビー選手でもこう、ね、選び方が違ったりして、それもすごく面白くて、いろんなパラメータが多分あって、その人の得意なところとか、ただなんかそういうことに気がつくだけでも、なんか闇雲に最初は特に下手な時はやっちゃうんだけど、あ、なるほど、こういう要素があって、でこういうなんかここまでの距離とかそういうのあるんだなっていうのを、こう運動神経だけじゃなくて、ちょっとこうたまにはこういうちょっと5番みたいなところでチェスみたいな感じでこう俯瞰して見れると面白いんだなっていうので、これはタグラグビースティームで実は作って、今副教材にまでして、いろんな小学校とか中学校、場合によって高校も結構あの探究とかでも使ってくれて、あの盛り上がってるんですよ。なのでラグビーは私は決してできないんですけれど、あのすごい親しみはあって、せっかくならばですけど、ぜひ、ぜひ、そうですね、ください。ちょっとだけその万博のお話をさせていただくと、あのまず万博は2025年4月13日から10月13日で、大阪の夢洲で大阪・関西万博なんですけど、今回で、まあ、ちゃんと東京にも入ってもらおうということで、やってますと。で、あのテーマが命輝く未来社会のデザイン、みんなの命が輝く未来社会をどうデザインするかってことなので、結構大きいテーマなんです。真面目だけど結構深い。でその中にこういろんなプロデューサーが今回8人、テーマ授業として8人になって、でそれがそれこそ揺らぎとか自己組織化とかもおっしゃってますかね、あの福岡伸一さんとか生物学者の福岡伸一さん、マクロスのアニメを作られた監督の川森昌司さん、映画監督川瀬直美さん、川瀬さんと私が女性ですね、であとあの料理の鉄人とかいろいろプロデュースされている小山君堂さんと、あとご自身そっくりのアンドロイドを作られている石黒博さん、半大ので、あのあと落合陽次さん、あのメディアティスの落合陽次さん、それからデータとか、いろいろ、ね、いろんなことされてますけど、あの慶応の宮田博さん と、私で8人でやらせていただいていて、で、あの私のところは命を高める、命を元気にする、インビゴレーティングライブズって書いて命を高めるっていうテーマなんです。で、あのミムスの皆さんとも結構早い段階で、何か万博とあんまり数学をつなげたことは、まあ、あるといえばあるかもしれないけど、こうでも早い段階で数学者の皆さんとこういろいろ話を一緒にしていて、で、まあ、命ってなんだろうと、で創造性ってなんだろうという話をしながら、その中で西森さんと確かに出てきたキーワードが揺らぎのある遊び、で、あの、まあ、学びでも学校だと大体もちろんこの授業の目的っていうのを決めて、ちゃんとその目的が達成されたかってやるし、今大体どれの、まあ、プロジェクトも大体そうですけど、でもなんか時には目的無目的な遊びって無目的で、砂場とかも別にお城を作るためにあるわけじゃないけど、やってるうちになんか川作りたくなったり、なんかただ、ね、これが気持ちいいとか、なんかそういう
何でしょう、滑り台とかそれこそ映画でもディズニーランドでも楽しいんだけどやっぱり決まってるんだけど、うん、もうちょっと揺らいでるなんか無目的な遊び、うん、揺らぎのある遊びっていうのが実はすごく大事だと、で命の中とか創造性でもやっぱりそういうの大事だよねっていう話がすごく盛り上がって、私たちのテーマの中では実はキーワード揺らぎのある遊び、うん、でそこからまたその発想から、あと建物も生きているとか、うんうん、いろいろそういうヤヨイロズの神とかの話から、なぜか私たちのところはクラゲってことになりまして、ね、クラゲ、一応ちょっとクラゲね、クラゲ、そう、命の遊び場クラゲ館っていうことで、なんかクラゲみたいなイメージ、うん、でも思想というか背後にあるのは今みたいな揺らぎのある遊び、うん、であと建物も生きている、あと中に入っている人そのものがすごい価値があるから、うん、なんかある意味でそういう意味で半透明にこう感じさせられるといいねみたいなところから、うん、はい、コンセプトはできているんですけど、うん、でこの中でやっぱりなんとなく私もあのキーワードとして数学音楽っていうのもあるので、うん、なんか数学とか音楽をそういう揺らぎのある遊びっていう観点から何か表現したり、うん、あとはそうですね、あの事前から事後までその2025年夢島に限ってしまうともったいないだろうと、うん、で一応テーマ事業プロジェクト、プロジェクト、シマティックプロジェクトプロデューサーなので、まあ、こんなお役目いただくことめったに人生の中にないと思うので、まあ、存分に使い倒させてもらうというか、で今スティームでいろいろやってきたように、だから事前から事後で世界中をつないで、でなんかこうみんなが作り手であると、みんなが主役であるっていう社会を作るんだっていうので、その未来の地球学校っていうのをやっていて、で命の遊び場クラゲ館が2025年にあって、フィジカルにできれば世界中の面白い教育者とか、あ、そうですね、遊びの専門家とかがやってきて、うん、わーってなって、で最終的に、まあ、この言葉がいいか分からないんですけど、創造性の民主化っていうふうに言ってるんですよ、まあ、みんなが持ってる創造性がたまたま今の社会とか文化でなかなか開けてない、だからそれはちょっとある意味でみんなで動けば開きやすい社会にできるんじゃないかということで、そういう動きをしています、うん、今のところすごく楽しくいろんな多様性のるつぼの中におります、うんうん、ますますちょっと皆さんにもお力いただいて、何か面白いことしたいなと、それではですね、はい、そろそろお時間が来ましたので、何か一言、何か一言はい、本日本当に貴重なお時間いただきまして、本当にありがとうございました。第6の学長とようやくこうやってリアルでお会いできて、でもやっぱり今の時代って本当に何ですかね、思想というかどうあると面白いかっていうのを出せる方ってすごい貴重、貴重とかいうのはすごいかもしれないですけど、もう私は結構ずっとそういうメッセージにすごく鼓舞されてきていて、でだからでそうしているうちに明治大学ミムスですごく関わらせていただけるようになって、うん、それが現象推理とか、まあ、いろんな数学ありますけれども、なんかそういう揺らぎっていうところで、うん、なんかこう全てがつながっている気がしています、うん、なので今日という時間をいただけたのが本当にまずすごい感謝なんですけれど、まさにでも揺らぎの時代だから、なんかこうみんながこれを聞いてなんかちょっと挑戦してみようとか、うん、ちょっと海外行ってみようかなとか、うん、ちょっとね、数学スポーツとか全然関係ないと思ってたものをちょっとつなげてみようかなとか、うんうんうん、であと万博面白そうだからなんかクラゲ関わってみようかなとか、うん、なんかそんなことをいろいろ思って、これがきっかけになって動いたらすごい素敵だなと思ってますし、もちろんもしよろしければぜひ今後ともいろいろな形で皆様とご一緒できたら本当に幸せに思います。本日ありがとうございました。 ありがとうございました。学長、よろしくお願いします。私はもう一つだけですね、今日はもう中島さんと2014年ですからもう8年越しに初めてお会いして、やり取りはね少しずつあったんです、だけどもやっぱり思った通りの方だったというふうに思います。要するにもうすごくなんて言いますか、オープンな気持ちで本当に今やるのがこれが面白いんじゃない、これをやるべきじゃないと思ったことに素直に取り組んでいかれるという方で、本当に良かったなと今日思っております。で僕の思いを言いますと、やっぱり今の日本の社会に必要なのはみんながワクワクする、ワクワク感、ワクワク感が、ね、ないんだと思うんですよ。興奮する、つまりこれにかけてみようか、
新たな選択をしてみようかと、うん、まあ、そういう社会を作らなきゃいけないんだけれども、そのワクワク感がやっぱりもう一つその創造性、クリエイティビティにつながっていかない。でこれもある特定の人はやってるんだけど、うん、他にも潜在的にそういう力を持ってる人たちが表にこう出せていないっていう状況ね。これをどうにか大学教育という場にいるので、うん、それをこう可能にするような条件をどうすればできるのかなっていうのを、うん、ずっとこれからも考えていきたいし、また中島さんからも先生からもね、いろんなアイデアをいただいて、うん、現実に、僕トランスフォーマーだっていうふうに言ってるんですよね、うんうん、要するに今の若い人たちはその自分たちが考えたことを形に変えていく、うん、そういう能力を持った人にならなくちゃいけないんだろうなと思ってるので、ぜひそういうトランスフォーマーをね生み出していきたいと思っております。ありがとうございました。私はお二人に、まあ中島さんとはここの1年間付き合いさせていただきました。あと学長とは前オンラインで対談して非常に強い印象を受けて、それでまさに明治大をあれですよね、体現してる方だと。で今日の話が明治大の、これからのために、それから明治大を育った人が社会を変えていく、はい、そうですね、それで日本の社会を変えて今度は世界を変えていく、うん、という形につながるように、はい、なると思います、うん、それでぜひお願いします。これからもよろしくお願いします。中島さん、大六の学長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。